ご乗車ありがとうございます。トン君がお送りするリゼロから始めるタクシードライバー生活、お見がかってます。はい、ということで、今日も行ってきました教習所。はい、教習所2種免許の教習3日目でしたね、今日はね。はい、で3日目の今日は早くも第1段階の見極めという形になっております。で見極めの方はね、まあ、結果から言うと、まあ、無事、特に、安定した運転されているので大丈夫ですということで、無事判子いただけてますので、よかったんですけども、今日初めてやる項目が2項ほどありましたね。まずは旅客運送を想定した走りということで、一番大事なところですね、タクシー運転手としては、後ろのドアを、お客様の位置に合わせて、停車するという練習がありました。これね、後ろのドア見ながらね停車するんだったら、まあ、言うたら誰でもできるんですよ。で結局ね、何の練習したかというと、後ろ見ずに前をずっと見ながら感覚だけでお客様の位置に後ろのドアを合わせるという練習でしたね。これ最初ちょっと手こずりました、やっぱり感覚つかめなくて。まあ目線のね位置とかで視界から消えたあたりでっていうとか、そういうポイントを教えてもらって、それでなんとかね、まあ、できるようにはなったんですけどね。でもう一つがですね、展開、方向転換ではなくて展開です、 U ターンですね。U ターンに関しても、道幅の狭いところ広いところにどちらでも教習所内で、やらせていただきました。まあ、こちらはね正直手順を間違えないようにしてやるだけだったので特に問題はなかったんですけども、はい。でそれ以外のところはもうこれまでやった三角形のところですね、鋭角クランクとか S 字バックとか、そういったところですね、縦列駐車とかそういったもののおさらいを全部した上での見極めという形で、そこに関してはね、まあ教官の方曰く、すごく安定しているので大丈夫ですよということだったんで安心しました。はい、で明日からは第2段階ということで、第2種免許、あ、第って言いつけないね、2種免許の、路上教習ということで、明日からはちょっと忙しそうですね。忙しいっていうのは運転がね、一般の車のいてる中、の教習ですので、お客さんを想定してね、路肩に停車っていうのもやるみたいなんで、はい、頑張ってきます。であと学科に関してはですね、今日に関してはこれまで勘違いしてたようなところ、例えば追い越しと追い抜きの違い、ちょっと前の動画でも追い越し禁止っていう標識のことでねちょっと話を出しましたが、追い越しと追い抜きの違いとかね、そういったいろんなところをやった上で、であとはね後半にね高齢者さんとか子供に対しての対応というところですね。これね、子供は飛び出してくるよとか、高齢者さんも予想しないような動きをね、してくるので注意というようなことはもちろんやったんですけど、もう一つ、高齢者さんがお客さんとして乗るときですね、例えば車椅子から移乗しないといけないとか、そういったこともあり得るのでっていうところでの教習、学科としてのね、教習もあったんですけど、本来はですね、その学科のお勉強の時って車椅子に乗ってこう移乗するのをねこう、生徒さん同士でやったりとかするそうなんですけど、これはねこの昨今のこの社会情勢ね、接触するのがあまりよろしくないというようなことがありますので、そこに関しては割愛となっちゃいました。結構やっぱり影響出てますよね、こういうとこでもね。そういう意味で言うとね、明日もね、明日の学科って応急救護っていうねやつが6時間みっちりあるんですけど、それもね本来であればね、その人工呼吸とか人形を使ってっていうのもやる、みんなでこうねやっていかないといけないんですけど、それもね接触をなるべく避けるためということで、どうやら教官がやってるところを見るだけになりそうです。やっぱりその辺もね非常に教官の方も言ってましたけど、影響出てますねということですね。2年ぐらい前からは全て中止にしてますということでした。で、まあそうは言ってもね、車椅子に乗ってね動かすっていうところの分に関しては、車椅子を実際触ってっていうのは今日ありまして、
6人の中で車椅子に乗ったことがない方ということを教官が聞いたところ、1人だけいてはりましたので、実際その方が乗ったことない方っていうのはね、車椅子に乗ったことがない方っていうのはどんな感じになるのか怖さがわからないっていうことで、実際その方が乗って、僕は車椅子をね押したりすることが、ね、経験としてあったもので、そしたら安心できる押し方 と、怖い押し方と2つとも経験させてあげてくださいと言われちゃいまして、僕が車椅子を押す役になってしまいました。なので最初はね、もう本当におばあちゃんを乗せてるような感じでゆっくりとやってあげて、はいじゃあ次怖いやり方って言ったんでスタスタと歩いてきました。乗った方はおーおーっていうような感じで怖がってたんですけども、まあそりゃそうですね、だいぶ早く歩きましたね僕ね。もう一人ね、介護経験、これまで介護してはった方っていうのがもう一人いてはりましたので、その方は僕の押し方見て笑ってましたね。そりゃ怖いでしょっていうような押し方しましたからねまあね、あんだけ早く歩いたらそりゃ怖いわね。まあそんなこともあったんですけど、まあ実際にね、このね、接触をなるべく避けるっていうようなね、この情勢になってからは、そういったところにも影響がありましたということでした。はい。で、明日からはもう2段階ということで、路上に出ていくということなんですけども、早いですね。今日が月曜日か。で、明日がもう火曜日なんで、もう今週の土曜日はもう卒検受けないといけないんでね、その前に画家テストというかね、教習所内で受けるやつも合格しないといけないんで、今日はねこの後やっぱり勉強しようかなと思ってます。アプリみたいなんでね、僕が行ってる教習所に関してはありまして、それでまあその学科のねテストの勉強っていうのが一問一答式とかテスト方式とかっていろいろあって、それをスマホ上とかでできるんですけど、実際に僕は二次勉強の方のテスト練習問題50問やったんですけど、50問で正解が45問、まあ、45点ということで、実際にはね教習所では100問中、80点やったかな90点やったかな、ちょっと忘れましたけども、取らないといけないので、100問で換算すると90点と、で結構どっちやったかなって思いながら、選んで正解だったっていうのも含まれての90点、45点なのでね、50問中。もうちょっと正解率上げたいですね。ということで勉強したいし、勉強しなきゃというような感じです。で実際に、タクシー運転手になるということになると、この二種免許の学科も通らないといけないんですけども、二種免許を取得したら、次ね、僕の場合は、まあ、ぶっちゃけ大阪の方でやりますので、あれがいるんですよね、法令となんちゃらかんちゃらの試験みたいなのがね、でその中に地理試験っていうのがあってね、地理の試験がありますので、そっちの方が今かなり不安だなとは思ってるんですけど、まあそれに向けてね、この二種免許の方はもうスパッとこう取りたいので、頑張って学科で勉強しようと思ってます。はい、というような今日は一日でした。それでね、またね、二次免許を取って、仕事の方もしっかりとできるようになって、落ち着いたらね、また元ブログみたいな感じでね、やりたいなとは思ってますので、また、よろしければ、見てやってください。で、また概要欄にもね、貼っておきますが、Twitter とか、Instagram とか、あと、Nana という音楽配信のね、音楽配信というか、カラオケみたいな感じでね、コラボしながら歌えるアプリもやってますので、よかったらそちらにも覗きに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。トンくんでした。バイバイ。